世界では140カ国が死刑を事実上の廃止国も含めて廃止している状況ですから、もう間違いなく世界は死刑廃止の流れになっているということで、その潮流に反し、まさにその人権侵害という意味で残虐で非人道的な刑罰の執行に対してですね、強く反対し抗議したいというふうに思います。確定死刑囚のアンケートっていうのを何度かやっているんですけども、今現在もやってるんですけども、この前やった時っていうのが2011年なんですよね。で、2011年の時に初めてこの今日執行された神田司さんが、回答を寄せています。で、その時に書いてることっていうのは、結局名古屋拘置所でひどい目に遭ってる、で、なんていうか拘置所によって自分は殺されるんではないか、で、40何度の40度の中で汗が止まらず、もう体が限界だっていうふうなこととか、それから群発性頭痛があって、薬をなんか10種類ぐらい名前を書いてきてるんですけれども、そういう形で薬を飲んで心身ともに不安ですっていうふうなことを訴えてきています。で、私は人殺しですが鬼ではなく人間です、それだけは忘れないでくださいっていうふうに書いています。この神田さんっていうのは一審で死刑判決を受けて、控訴を自ら取り下げて確定させています。で、取り下げずに裁判した人は二審で無期懲役に変わっている。で、彼は取り下げてしまったがゆえに死刑になってしまったわけで、大体二審三審っていうまをやっていくっていう権利がきちっと保障されていないから、こういう不公平みたいなことが起こってしまっている。私どもの看護人権センターの声明はもっぱらこの上訴、要するに義務的な上訴制度が日本にはないということを焦点化して書いております。これも毎回毎回、人権条約機関の審査で、制度を導入しなさいということを言われてきたものです。で、谷垣さんがですね、最初の執行をした時にやはり控訴取り下げをした人がその中に含まれてましたね。で、その後私たちが批判したら、彼らは一応その上告棄却まで行って確定した人しか執行しなくなったと。で、今回どういうことで上川大臣が執行したのか、ブラックボックスなので分かりませんけれども、とにかく政府としては公式見解としては、自動的な上訴制度っていうのは、義務的上訴っていうのはほとんどの人は上訴するから別に必要ないんです。権利は保障しています。で、行使しない人がいます。でもほとんどは上訴してるから全く問題ありませんと、こういうことを繰り返しています。でもだんだんそれは言いづらくなったんですね。というのはやはり裁判員裁判で上訴しないで確定した死刑判決がもうすでに4件出ていると。で、3人は控訴の取り下げで確定していると。で、そのうちの1人は被害者1名で前科もなかったと。で、これで確定した人と、じゃあ、声明にも書きましたけども、東京高裁で3件の裁判員の裁判が、死刑判決が覆されたと。そのうち1人は確かに被害者1人じゃない、すみません、2件は被害者1名の事案でした。でもそのうち1人の人には、殺人の、前科というものがあって、悩ましい事案であったと。で、1人の人にはたくさんもの前科がありました、服役経験もありました。で、この取り下げで確定したその岡山のケースとですね、比較したときに一体どうなんでしょうかと。これこの死刑の適用っていうのは恣意的ではないでしょうかと。裁判所によって、裁判単によって全然違ってくるということですね。被害者になって初めて死刑の執行にあった、その日から考えて、死刑では何にも救われないということを一番身に染みて分かっているということだと思っています。もう国家による、国家の合法的な殺人だというと、もっと取り留めのない事実ですから、一日も早くこの執行をなくするべき方向を考えなきゃいけないと思っています。